皆さんこんにちは、大地球です。突撃八戸お邪魔隊オラホの地域自慢、今週は、八戸市一日町、こちらの町内にお邪魔をして、町内会長の種市義興さんにお話を伺います。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。種市義興さんと私申し上げましたが、お医者さんでございます。ご存知の方たくさんいらっしゃると思いますが、今こちらは院長室ですね。一応院長室でございます一応というでね、これインタビューに直接関係はないんですけども、テーブルの上に最初夜間だと思ったんですよ。なんでこんなところに夜間が置いてあるのかなと思ったら、夜間じゃなかったんです、これね。夜間の中にね、こうアンプを組んでみたんですよね。ちょっとそれに近いものを売ってたんで買ってきて、ちょっと手を加えましたら、口のとこから音が出るというのが分かりまして、これにギターを差し込んで音を出したりしてますこれ先生の手作り？原型はあったんですけどね、はいはい、それにちょっと手を加えてます。そうですか。ということで、実は私たちは周りをぐるっとギターに囲まれておりまして、さっき数を数えましたら50本近くあるんですよ。これで全部じゃないっていうんですから、驚いたもんですね。で、中には先生が組み立てたギターもたくさんあるということで、いつまでたっても本題に入れないので、そろそろ本題に、いきますが、まずこの一日町、はい、古い町でございまして、その辺のお話から伺いたいんですが、ここはもともとは職人さんの町だったというふうに聞いておりますけど。そうですね、私もあんまり古いところまでは知らないんですけど、やっぱり鍛冶屋さんとか、なんていうかな、技術関係の手仕事といいますかね、そういう技術を持った方、木工、鉄工、馬蹄から、古い記録を見ますとね、南部せんべいの型を作ってた方、それから刀、先日は刀も作ってたみたいですから、だから鉄工関係が多かったんじゃないかなと思いますね。南部せんべいを焼くとき挟むやつですね。それから軍刀と、馬蹄ですね。あと実際にその、昔とて馬車って言ったみたいですけども、はい、港を往復する馬車の何て言いますかね、今で言えばバス会社みたいなもんですね、はいはい、馬車会社っていうのも変ですけども、はい、そういうとこ会社があったみたいですね。そうすると馬蹄はどうしたって必要になるわけですしね。はい、その他に何が多かったかな、お風呂屋さんとかですね、私が知ってるのでは教会とか、あと、後に政治家になった方、山崎さんかな、あの辺が豆腐屋さんとかですね、そんなのが私が子供の頃にあったような気はします。うちの向かい下駄屋さんだったですね。そうですか。その教会って今ちょっとおっしゃいましたけど、先生が子供の頃に記憶にある教会ということは、もっとそれ以前からあったわけでしょ。かなり古いと思いますね。バプテスト教会で、ちゃんととんがった屋根の上に十字架がついてまして、先日劇団山瀬が BFM でずっと流れてましたけど、この前公演やった木徳さんの、お父さんというのが、松下さんという方ですので、その方が牧師さんだったみたいですね。でもともとこちらの方だったんですか？ご主人はこっちの方で、木徳さん自体は、和歌山かどっかの方ですよね。こう嫁に来られて、で子供を生まれて、やっぱりお産を何とかしなきゃならないっていうことで、多分すぐ近くにあったんで、私のひいじいさんにあったんですけどね、昔のお医者さんはいろんなことやってたみたいですから、ということは、
この町内にそういうあの有名な方も実はいたということでございまして、鉄鋼関係の職人さんが結構いらっしゃったという話だったんですが、感覚とすると鍛冶町の方がそういう人が多かったのかなと思ってたんですけど、違うんですね。感覚とすれば、まあ、鍛冶町って感じなんですけども、もう町割り自体がもう古いですから、藩政より時代より前にこのいわゆる何日町っていうのがね、できてたみたいですので、ですから、まあ、その頃からのですので、こう当時としてはどういう職業の方がいたのかがね、ちょっと分かりづらいですけどもね。先生は今町内会長なさってますけれども、まあ病院の先生 で5代目でいらっしゃいますが、5代目になりますけど、実を言いますとひいじいさんからまあそれぞれは町内会長をやったことはあるんですよね。ただ連続ではやっていないんですよ。よく5代目って言いますとね、よく何代も続きますねとか、何代も続くコツは何ですかって言われるんですけどね、だいたい交代は決まってまして、次目で潰れかけることだという、そうすると何代も続くという。だからその間は他の方が町内会長をやってると思います。ね、まあ、別にその世襲で町内会長やってるわけではないと。そうですね。はい、先生は いつから町内会長をやってらっしゃるんですか。何年になりますかね。10年ぐらいになりますかね。私の前はうちの親戚ではないんですけど、前の町内会長さんは種市商店の、食料品店のお父さんがやってましたからね。八戸藩ができる以前からあった町内ということをいう解釈でよろしいんでしょうかね。そうですね。町内会という意識がどういう意識になっちゃうのか分かんないですけどね。ここに勝負組があったんですね。もう藩政時代より前の記録に消防男子っていう記録の中に八日町新町で火事っていうのがあるんですよ。1日町を八日町新町というふうな言い方をしてたみたいですね。そうなんですか。はい、今消防組の話が出てまいりましたが、その辺についてはまといの話とかいろいろ詳しいこと明日また伺います。でその時に詳しく教えてください。実はそのまといもまだ現存しているということでございますので、明日またぜひお聞きくださいませ。種市義興さんでした。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。